こんにちは、秋山千恵美です。私はカラーワックスという会社で東京で働いています。そこは日本の中でも、神田というところで、下町のあるアーティストの多い町で働いています。私の仕事は、カラーデザインとマーケティングの仕事をしています。特に、カラーデザインはペイントを中心にインテリアを、担当して仕事をしています。ペイントの仕事について20年ぐらいになりますが、どうやって人にペイントを売ったらいいのかとか、どうやって人にカラーを伝えたらいいのかっていうことを中心に仕事をしながら、いろんな刺激を受けながら、毎日を暮らしているというのがバックグラウンドになります。先ほどお話ししたように、一般の人と会うということがすごく重要で、その中で2016年とか17年、次の時代という中では、日本はすごくエコノミーがダウンして、未来に向かってどうやって生活を立て直して、自分らしさっていうこと、まあ私はブランドミーという言い方をしているんですけれど、その自分のブランドをどうやって保つかっていうことをすごく気にしているので、そのこと自体が自分自身の健康だったり、生活だったり、家族だったり、人だったりということを考えていくと、やはり自分自身に関わるという部分を含めると、やっぱりすごくネイチャー的な色だったりとか、自然にあるような色だったり、そういうものがフューチャーされていくのではないかなというふうに思っています。いや、ダイニングルームはやはり明るくある、そういうコミュニケーションを取るという部分ではイエローがとってもいいのではないかなというふうに思います。なので、人と会話を生んだり、コミュニケーションを取るという部分でイエローはすごく大きい影響を与えるのかなというふうに思っているので、イエローを使うのをお勧めします。なぜこの色を選んだかっていうと、黄色自体も私も仕事の中でスーパーマーケットですとか、いろんなところに使うんですけど、黄色の色ってずっと見続けると反対の色の青が見えてくるので、黄色が多すぎるとすごく威圧されたりとかしてくるんですね。だからその中で反対の色を少し持つことによって、黄色の強さをもう少し軽減できたりするのかなというふうに思って、黄色だけではなくて反対の色を少し入れたりしますし、あとはそのフレッシュやフルーツから来るような爽やかなグリーンですとか、そういう色を入れてみてはどうかなというふうに思っています。